栗のガウディは日本の競争馬である。2018年の朝日杯フューチュリティステークスで2着。第50回高松の宮記念では1位入選を果たしながら、社交により4位降着となるなどとなったため、メディア各所で幻の人ヤ合場と呼ばれた。馬名の由来は冠名人名。母栗のビリオネアは2008年デビューの競争馬で1000万円以下を 勝利するなど18戦3勝。競争場登録を抹消した後2012年、デュランダルが配合された初号出産。以降3年で2頭が競争場として登録され、5年目の種付けではスクリーンヒーローが選ばれた。2016年3月17日、栗のビリオネアの2016が誕生する。栗本博士晴,晴が所有し、 立東トレーニングセンターの藤沢のりお休者に預けられた。2018年10月8日、京都競馬場の新馬戦に森祐太郎を安城にデビュー、単勝オッズ26.5倍の6番人気に押されての出走で、ミッキー・バディーラに0.2秒離して勝利、新馬勝ちを果たした。続いて、東京スポーツ杯二2歳ステークスで重賞に、初めて出走し7着敗退。 アサヒハイフューチュリティステークスでは GI 初出走を果たし単勝オッズ77.4倍の9番人気という副平評価ながら最後の直線にてババの内側から伸びてアドマイヤマーズに0.3秒差の2着と検討した。起乗した藤岡雄介は少し歯身を噛むところがあった。それがなければ差を詰めることができたと解雇している。GI での2着により 賞金を加算したため、サツキ賞、NHK マイルカップと三歳春の GI に参戦、することができたが、どちらも支持を集められず、単勝二桁人気のみで出走し、人気通り買い着順となった。間隔を明け夏となり、サマーマイルシリーズの第一戦、中京記念で復帰、単勝オッズ14.5倍の6番人気に押された。安状には、新馬戦勝利に導いた。 森雄太郎が起用され、これが JRA 重症初起状となった。集団の位置取りから進出を試み、最後の直線では抜け出していた一番人気、プリモシーン、同じ3歳のボバ、グルービットと、外から詰め寄った。プリモシーンを交わし、グルービットと並んだところが決勝戦、同じ走破時計での入戦であった。写真判定の末、 花さグルービットに及ばない2着で勝利を逃した。森はいつもより折り合いがついて、貯める競馬もできた。と語っている。以降、3歳では、マイルチャンピオンシップなど、マイル重賞に参戦するものの、上位入選を果たすせなかった。2020年、4歳となった初戦は、2月の東京新聞杯を選択し、横山則弘に乗り換わり参戦。 良いスタートから、ババの内側4番手に構え、最後の直線でもない拉致沿いから押し切ろうとした。しかし、ゴール寸前で4番人気プリモシーン、6番人気シャドーディーバの伸びにくし0.1秒離された3着となった。藤沢の雄は、一瞬、勝ったと思うくらいの内容であったという。その後、高松の宮記念の優先出走権を獲得できる、トライアル競争。 阪球杯で初めて1400メートル線に出走する、ものの敗退。引き続き、高松の宮記念に出馬登録を行った。優先出走権が獲得できず、加えて、獲得賞金が足りなかったことから、除外対象で出走が危ぶまれた。しかし、ミスターメロディなど、複数頭が回避し、繰り上げ、5回目の GI 出走を果たす。和田竜二と初めてコンビを組み、 出走18頭中15番目の単勝人気で、出走。スタートから逃げる、モズスーパーフレア、西雲光星に次ぐ行為を獲得。そのままの位置を保ちつつ、最後の直線に侵入すると、ババの真ん中から抜け出し、残り200メートル地点で、西雲光星をかわし2番手に浮上。モズスーパーフレアとの競り合いになろうとしたところ、突然左側に車行してしまう。 その内側で伸びていたダイアトニックの進路を塞ぎ、モズスーパーフレアにも接触。外から伸びてくる村ラアレグリアを退けるなどしながらも、競り合いを制して、戦闘で入戦、新馬戦以来の一入戦を果たした。デビュー戦以来の二勝目となりかけたが、社交による妨害が認められて四着公着となった。間隔を空け、夏の CBC 賞で復帰。一勝馬にもかかわらず、 GI1E 入選を評価されレッドアンシェールなど、重賞優勝場よりも大きい負担重量が課されて出走。単勝1番人気に押されたが、16頭中12着となった。2021年5月9日、中京メインのクラマステークスを2番人気で、新馬戦以来2年7ヶ月ぶりとなる2勝目を挙げた。自走は、 ダービー当日の中京 10R として行われた、安土ち上ステークスを選択。四角五番手から抜け出して三勝目を挙げた。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。1位、入選4着公着。ありがとうございます。